下先現象は心理学用語であり思い出そうとすることが喉まで出かかっているのに思い出せない現象である。絶対現象や英語の頭文字を取って当現象などの別名でも呼ばれる。以降、下先現象を当現象として記述する。当現象に陥る主な原因は不明であるが、その発生についてはダイレクトアクセスとインフルエンシャルビューの2説が 提唱されている。感情と記憶しようとしているものとの感情的なつながりの強さも、闘現象に影響を与える可能性があり、感情的なつながりが強いほど、記憶から事柄を思い出そうとする時間がかかる。闘現象に陥っている状態は、フォーク状態と分離しており、フォーク状態では、記憶の中から思い出すことができない事柄がわかる状態です。現在、 これらの概念の根底にある過程の分離の可能性に関する反対の記事があるが、党とフォークが脳の様々な部分に依存しているという証拠がいくつかある。党は前帯情方針、右背外側前頭前の及び右下皮質に関連しているが、フォークは関連していない。糖現象は全ての年齢の人々に起こり得ることだが、年を取るにつれてより頻繁になります。 当現象は、実際の医学的状態と呼ぶことができますが、学習や日常生活を妨げるほど、頻繁になった場合に限り、この時の障害は、通常頭部外傷、脳卒中、または認知症からの脳損傷によって起こる、失語症の可能性がある。ウィリアム・ジェームズ、下先という用語は、交語的な使用法から借用されており、フランス語のフレーズアブゴール・モシュール・リブデラ・ラングからの、 翻訳借用である。当現象についての最初の言及は、ウィリアム・ジェームズの心理学の研究所、心理学原理で心理的現象として初めて説明されたが、そのような名前は付けられていなかった。ジークムント・フロイトはまた、無意識の思考や馴染みのある言葉を忘れさせる可能性のある衝動などの無意識の心理的要因についても議論した。 この現象に関する最初の実証研究は、ハーバード大学の研究者であるロジャー・ブラウンとデビット・マクニールによって行われ、1966年にジャーナルオブバーバルラーニングバーバルビヘイビアーで発表している。ブラウンとマクニールは、下の先端で経験する切迫した時の回復の感覚が実際の回復能力に基づいているのか それとも単なる幻想なのかを判断したかった。当現象の原因はほとんど不明であるが、多くの説が唱えられている。主に大きく分けて、ダイレクトアクセスとインフルエンシャルビューの2説が提唱されているダイレクト、アクセスビューは記憶を思い出す力が十分でない時に引き起こされるが、当状態を引き起こすのに十分強い場合に発生するとされる。つまり、記憶内で、 特定の言葉を思い出すことができるが、すぐに思い出すことができない。ダイレクト、アクセスビューが採用する、当現象の原因の理論には、ブロッキング仮説、不完全な活性化仮説、及び伝達欠損モデルが含まれている。インフルエンシャルビューは、当に完全にアクセスできないわけではないが、覚えている人が繋ぎ合わせることができる記憶に関する、手がかりから生じると主張している。これは、 記憶力推論はターゲットワードの知識であり、検索の切迫性はターゲットワードについてメモリからアクセスできる情報に依存する。これらのビューはメモリ内のターゲットワードの存在を当状態の作成に影響を与えるものとして無視する。ありがとうございます。